マリアン・アンダーソンはアメリカ合衆国の歌手、同国で20世紀屈指の歌い手だった。音楽評論家のアラン・ブリスは彼女の声は豊かで生まれながらに美しい、きらめくようなコントラルトだったと評する。1925年から1965年にかけてアメリカとヨーロッパ中の主要な演奏会場でコンサートやリサイタルを行い、著名なオーケストラと共に歌唱を披露した。 ヨーロッパの多数の重要なオペラ団から役の打診を受けるも演技の稽古をしたことがないという理由で断っていた。歌う場面をコンサートやリサイタルに限ることを好んでいたわけだが、そうした場では、しかしオペラのアリアも披露していた。演奏開洋作品からリート、オペラ、アメリカ民謡、霊華にまで及んだ幅広い歌のレパートリーを反映し、多くの録音が残されている。 1940年から1965年の間はドイツ系アメリカ人のピアニストであるフランツルップが専属で伴奏者を務めた。アンダーソンは20世紀中盤のアメリカにおいて人種的偏見を克服しようとする黒人アーティストの闘争において有力な存在となった。1939年にアメリカ革命の娘たちはアンダーソンに対し同弾が ワシントン DC に所有するコンサートホールで人種の区別をしない聴衆に向かって歌う許可を出さなかった。この事件により国際社会から彼女に集まった注目はクラシック音楽の音楽家へのものとしては異例なものとなった。時のファーストレディであったエレノア・ルーズベルトとその夫、フランクリン・ルーズベルトの助力により、1939年4月9日のイースターの日曜日、 アンダーソンは首都に位置するリンカーン記念堂の階段上からの野外コンサートで歌唱して喝采を浴びた。彼女の歌を聴きに人種の別なく7万5千人の群衆が集い、ラジオには数百万人が聴き入った。アメリカの黒人アーティストのために壁を打ち破り続けたアンダーソンは1955年1月7日に黒人として初めて ニューヨークのメトロポリタンオペラの舞台に立った。この時の演目はジュゼッペ・ベルディの仮面舞踏会で彼女が舞台でオペラの役を歌ったのはこの公演が唯一であった。数年間にわたって国連の自由権規約人権委員会の施設並びにアメリカ合衆国国務省の親善大使を務め世界中でコンサートを行った。1960年代には アフリカ系アメリカ人公民権運動に参画し、1963年のワシントン大行進でも歌を披露している。1963年に大統領自由勲章、1977年に議会名誉黄金勲章、1978年にケネディセンター名誉章、1986年にナショナルメダルオブアーツ、1991年に グラミー賞の特別功労賞生涯業績賞を受賞するなど、数多くの栄誉に輝いている。1897年2月27日、フィラデルフィアに生を受けた。父は、ジョン・バークリー・アンダーソン。母は、アニー・デリラ・ラッカーであった。父は、フィラデルフィア市街地にある、レディングターミナルで氷と石炭を販売していた人物で、後に小さな酒屋も開いている。母は、 結婚前にリンチバーグにあるバージニアセミナリーカレッジに少々在籍していたことがあり、バージニアで学校教員として働き小さな子供たちの世話をして収入を得ていた。マリアンは一家の3人の子供の年長であった。2人の妹、アリスとエセールも歌手になっている。エセールはジェームズ・デプリストと結婚し、 その下の子供であるジェームズ・アンダーソン・デ・プリーストは、著名な指揮者となった。アンダーソン1920年アンダーソンの両親はいずれも信心深いキリスト教徒であり、一家はサウスフィラデルフィアのユニオン・バプティスト教会で活動していた。とりわけ教会の音楽活動に熱心であった、マリアンの父方のおばであるメアリーが、名の才能を見抜き、彼女の説得によりマリアンは6歳の時に、 教会の児童合唱に加入する。その中で彼女は、ソロや二重唱を行うようになり、その相手はしばしばメアリーが務めた。また、マリアンはおばに連れられ、地元の教会やキリスト教青年会の演奏会、事前演奏会、その他外中の音楽イベントに出かけていた。彼女は、自らが歌手としてのキャリアを追求した理由に、おばの影響を認めている。まだ6歳の頃から、 オバマ・マリアンが地元の行事で歌えるように手筈を整え、数曲の歌唱で25セントから50セントを受け取ることができた。10代になった自分には歌で4ドルから5ドルを稼ぐようになっていたが、これは20世紀初頭にあっては大きな金額であった。10歳で歌手のエマ・アザリア・ハックリー率いる合唱団体に参加し、しばしば独唱を任されている。 1919年3月21日にフィラデルフィアのジョン・アナメーカー百貨店のエジプトホールで行われた3月音楽祭ではロバート・カーティス・オグデンバンドと合唱協会による演奏会で主演歌手を務めた。アンダーソンが12歳だった1909年のクリスマスの数週間前、父がレディングターミナルでの作業中に頭を打つ事故にあった。 彼は1ヶ月後に心不全で34年の生涯を閉じる。残されたマリアンと一家は、父方の祖父ベンジャミンと祖母、イザベラの家に身を寄せることになった。祖父は奴隷に生まれて1860年代に奴隷解放を経験しており、アンダーソン一族で最初にサウスフィラデルフィアに今を構えた人物であった。その家で暮らすこととなったマリアンは、 祖父と非常に仲良く暮らすようになるが、彼は一家が移り住んだ、ちょうど1年後にこの世を去った。アンダーソンはスタントングラマースクールに通い1912年の夏に卒業した。しかし、彼女の家庭では高校の授業料はまかなず、音楽レッスンに資金を出すこともできなかった。それでもアンダーソンは可能な場合はいつでも歌うことを続けていき、 教えてくれようとする人からは誰からでも学んでいった。10代の時期は、教会での音楽活動に精を出し続けたが、もはや成人の合唱体に深く関わっていた。バプティスト若年者ユニオンとキャンプファイヤーに加盟するが、得られる音楽活動の機会は限られたものだった。最終的には、ピープルズコーラスと教会の牧師であるレベレンド、ウェズリー・パークス、そして、 黒人コミュニティの長たちが必要な資金を用立てし、彼女はメアリー・ソ・オンダーズ・パターソンに歌の指導を受けるとともに、サウス・フィラデルフィア高校にも通えるようになり、同校を1921年に卒業した。白人専門の音楽学校であったフィラデルフィア音楽アカデミーに応募したアンダーソンは、肌の色を理由に門前払いを受ける。彼女が応募しようとした際に、 窓口の女性は、夕食人種は受け入れていないと応じたという。これにくじけなかったアンダーソンは、フィラデルフィアの黒人コミュニティからの継続的援助を頼って地元で主的に特訓できる道を模索し、はじめは、アグネス・レーフ・スナイダー、ついで、ジュゼッペ・ボゲッティの訓等を受けた。ボゲッティとは、高校で主役を獲得したことをきっかけに知り合った。彼のオーディションに臨んだアンダーソンが、 深き川を歌うと、ほどなく、ボゲッティは涙を流したのであった。ボゲッティは、ニューヨークのタウンホールで、英語、ロシア語、イタリア語、ドイツ語の音楽による演奏会を企画したが、1924年4月に行われた、このリサイタルにはほとんど客が入らず、演奏表も芳しくなかった。1925年にニューヨークフィルハーモニックの、 公演で開催された歌唱コンテストで一等賞を獲得し、アンダーソンに最初の大きな転機が訪れた。優勝者として掴んだ1925年8月26日の同オーケストラとの共演によるコンサートは、たちまち聴衆と評論家の双方からの惨事で迎えられることになる。アンダーソンはニューヨークに泊まり、フランク・ラホージの下でさらなる研鑽を積んだ。この頃、 ニューヨークフィルハーモニックを通じて面識を得たアーサー・ジャドソンが彼女のマネージャーについている。これ以降の数年間にアメリカ国内で多数のコンサートに出演するも人種に関する偏見によりキャリアに大きな弾みをつけるには至らなかった。1928年には初めてカーネギーホールの舞台に立っている。ついにヨーロッパに赴くことを決意したアンダーソンは サラカイエについて何ヶ月も特訓を行い、その後ヨーロッパツアーを成功させることとなる。1933年、ロンドンのウィグモアホールでヨーロッパデビューを飾ったアンダーソンは熱狂を巻き起こした。1930年代の初めは演奏旅行でヨーロッパ中を巡ったが、ここではアメリカで経験したような人種差別に出会うことはなかった。1930年の夏に、 スカンジナビアへ赴いた際、フィンランドのピアニストであるコスティ・ベハーネンに出会う。彼は数年にわたって彼女の伴奏者と務めるとともに、声楽コーチとなった。また、ヘルシンキではベハーネンを通じて彼女の演奏を聴きに来ていたジャン・シベリウスにも会っている。アンダーソンの歌唱に感銘を受けたシベリウスは彼らを自宅へ招待し、妻に、 伝統的なコーヒーの代わりにシャンパンを持ってこさせた。シベリウスはアンダーソンの歌について北欧の魂を貫くことができていると感じたという表を彼女自身へと伝えた。たちまち意気投合した二人の友情はさらにプロとしてのパートナーシップへと発展を遂げ、長年にわたりシベリウスはアンダーソンが歌えるように歌曲を編曲、作曲していった。1939年に 孤独という歌曲をアンダーソンへと検定している。この作品は元来1906年の不随音楽ベルシャザールの共演の中のユダヤ人の少女の歌であり、それが還元学組曲が編まれた際に孤独の部分となったものである。1934年、インプレサリオのソルフーロックはアンダーソンがそれまでアーサージャドソンと結んでいたものより条件の良い契約を提示した。 こうしてアンダーソンは引退まで彼をマネージャーとすることになり彼の説得に応じてアメリカへ歌いに戻ってくることになる。1935年ニューヨークのタウンホールで2度目となるリサイタルに出演すると音楽評論家からは非常に好意的な評価を得た。続く4年間は全米ヨーロッパ中を演奏旅行しながら過ごした。ヨーロッパの複数の会社から オペラの役の打診を受けたものの、彼女には演技の経験がなかったためそうした依頼をすべて断っている。しかし数多くのオペラアリアもスタジオ録音しており、それらはベストセラーになった。アンダーソンと伴奏のベハーネンは1930年代半ばをヨーロッパでの演奏旅行を続けながら過ごした。西ヨーロッパの首都の街を巡り、ロシアを訪れてスカンジナビアへ再び戻ると、 何千人もの彼女のファンがいる小さな町や村にマリアンフィーバーを巻き起こした。彼女が数々のヨーロッパの作曲家、主要オーケストラの指揮者らに気に入られるのに時間はかからなかった。1935年のザルツブルクへのツアーでは、指揮者のアルトゥーロ・ロトスカニーニが彼女の声は100年に一度しか聞くことのできないような声であると本人に伝えている。 1930年代終盤、アンダーソンは米国でリサイタルを年間約70公演ほどを行っていた。その時すでに高い知名度を誇っていたが、その名声をもってしてもアメリカ国内の演奏旅行では若い黒人歌手へ向けられる偏見は完全にはなくならなかった。特定のホテルでは部屋の使用を拒否されたり、一部レストランでは食事をさせてもらえなかったのである。 この差別が理由となり、人種への寛容を訴えていた、物理学者のアルベルト・アインシュタインが多くの場面で、アンダーソンのを自らの元に止めた。最初は1937年に、プリンストン大学での公演前にあるホテルに宿泊拒否を受けた時のことである。アンダーソンが最後に彼に宿を借りたのは、アインシュタインが没する数ヶ月前の1955年であった。 リンカーン記念堂でのコンサートに臨むアンダーソン1939年1939年アメリカ革命の娘たちは同団が所有するコンサートホールでアンダーソンが人種を隔てない聴衆に向かって歌うことを許可しなかった当時のワシントン DC は人種隔離の残る街で黒人のパトロンたちはホールの後ろに座らされることに老媒したまた同ホールは 当時のコロンビア特別区法がこうしたイベントのために必要と定めていた人種隔離された化粧室を備えていなかった。さらに、同区の教育局は白人専用高校の行動使用申請も却下した。全米国人地位工場協会の創設者の一人で、コロンビア特別区内の人種監委員会の議長だったチャールズ・エドワード・ラッセルの招集により会議が開催され、これが マリアン・アンダーソン市民会議を形成することになった。この市民会議は数十の組織、教会の長、市内の活動家からなり、中には、ブラザー・フット・オブ・スリーピング・カー・ポーターズ、ワシントン・インダストリアル・カウンシル・ CIO、アメリカ労働総同盟、ナショナル・ネグロ・コングレスが名を連ねた。マックは2月20日に、チャールズ・ハミルトン・ヒューストンを議長に選出し、教育局を監視、 請願署名を集めて、次回の教育局の会議に合わせて、大規模抗議行動を計画した。1939年のコンサートを記念して、アメリカ合衆国内無償にて1943年、引き起こされた怒りの結果として、ファーストレディであったエレノア・アルーズベルトを含む、数千人ものダーの会員が組織を脱会する事態となった。彼女は、ダーに当てた書簡にこう記している。 偉大なアーティストに対しコンスティテューションホール仕様を拒否する態度を取られたことに真っ向から反対します。あなた方には啓発の道を導く機会がありましたが、機会はそれをし損なったように私には思われます。ゾラニール・ハーストンはエレノア・ルーズベルトがコロンビア特別区教育局に対しての意見を公に表明していないことを非難した。特別区は 民主主義議会の統制下にあり、アンダーソンのコンサートが計画された際に初めは、却下し、次に人種による隔離を実施しようとしたのである。論争が広がりを見せると、アメリカの新聞は、アンダーソンの歌唱する権利を大々的に擁護した。フィラデルフィアトリビューン氏は次のように書き立てた。国を愛する心と堕落した心の区別もつかない、よぼよぼの老婆の一団が、 国家的武作法を働いて、慈悲深いファーストレディに頭を下げさせた。南部の新聞にも、アンダーソンを擁護するものがあった。リッチモンドタイムズディスパッチ氏はこう書いている。今日の人種的不寛容、すなわち、第三帝国であからさまに示されたもの、DAR の使用拒否のような行動は、一層嘆かわしく思われるのである。エレノア・アルーズベルトの要請により、 大統領のフランクリン・ルーズベルト、当時全米国人地位工場協会の幹事を務めていたウォルター・フランシス・ホワイト、アンダーソンのマネージャーで工業主のソルフ・ロック、内務長官のハロルド・エルイケスが、リンカーン記念堂の階段上での夜会コンサートを計画した。開催は復活祭の日曜日にあたる4月9日、アンダーソンはいつものようにベハーネンの伴奏で現れた。マイ・カントリー。 キズオブジーから歌い始められたこの演奏会は、肌の色の異なる7万5千人の群衆を魅了し、国中で何百万人もの人がラジオに耳を傾けた一大事件となった。2ヶ月後、バージニア州リッチモンドで開催された全米国人地位向上協会の第30回会議に合わせて、全国放送のラジオでスピーチを行ったエレノア・アルーズベルトは、 アンダーソンの優れた功績を称えて1939年のスピンガーンメダルを授与した。この出来事を題材としたドキュメンタリー映画はアメリカ国立フィルム登録簿に選ばれている。リバティ戦、SS ブッカー、T ・ワシントンの命名を行うアンダーソン1942年第二次世界大戦と朝鮮戦争の間、アンダーソンは病院や基地で兵士を慰問した。 1943年には、ダーの正体に応じて、かつて歌うことを禁じられたホールで人種を区別しない、聴衆へ歌を披露した。これは、アメリカ赤十字社のための事前事業の一環であった。彼女はこの出来事について、次のように語っている。ようやくコンスティテューションホールの舞台へ歩み出た、私でしたが、他のホールにいる時と気持ちは変わりませんでした。 勝利の感覚というものはありませんでした。美しいホールだと思いましたし、そこで歌えることをとても幸せに感じました。対照的に、コロンビア特別区教育局は引き続き、彼女が区内の高校の行動を使用することを禁止し続けた。1943年7月17日、コネチカットシューベセルでアンダーソンは建築家のオフィアス、H ・フィッシャー、通称キングと結婚した。 彼は10代の頃にアンダーソンに結婚を申し込んだことがあり、彼にとってはこれが2回目の結婚であった。式は合同メソジスト教会の牧師、ジャック・グレンフェルにより私的に挙行された。その内容は、グレンフェルの妻であるクラリン・コフィン・グレンフェルが著書、ウィメン・マイ・ハズ・バンド・マリード、インクルー m ィング・マリアン・アンダーソンの中で、ザ・インサイド・ストーリーとして綴っている。 サンアントニオ市立公会堂で海外退役軍人と婦人陸軍部隊の一団を慰労するアンダーソン1945年クラリングレンフェルによる都市記は当初牧師館で行われる予定であったが直前になってベッセルゴード・メソジスト教会の芝地で予定されていたベイクセールが市内のエルムウッド墓地にあるエルムウッド教会へ移動し結婚式が私的なものとなるよう取り計らったということである この結婚により、夫が前妻アイダグールドとの間に設けた息子のジェームズ・フィッシャーがアンダーソンの次息子となった。3年前の1940年にニューヨーク、ニュージャージー、コネティカットをくまなく探し、二人はダンベリーに100エーカーの農場を購入していた。フィッシャーは数年を費やしてこの土地に多くの離れを建て、そうした中には、 妻のために設計された防音仕様のリハーサルスタジオもあった。一家は約半世紀にわたってこの場所を住居とした。1955年1月7日、アンダーソンはアフリカ系アメリカ人として初めてニューヨークのメトロポリタン歌劇場の舞台に立った。この時の演目はジュゼッペ・ベルディの仮面舞踏会で総支配人のルドルフ・ビングに招かれた彼女は、 ウルリカ役を歌った。アンダーソンは後にこの夜のことを回想して、次のように述べた。第2話でドンチが上がると私がその舞台の上にいて、魔女のお茶をかき混ぜているのです。震えました。そして最初の音を歌い出す前に聴衆が拍手に、拍手を重ね、私は自分の身が固く縮こまっていくのを感じたのです。この公演の後に、彼女が、 メトロポリタンオペラの舞台に姿を見せることはなかったが、同社から衛星社員の称号を贈られた。翌年には自助伝、マイロード、ホワット、エモーニングを出版、ベストセラーとなった。1957年には大統領ドワイト・ディ・アイゼンハワーの就任式で歌い、アメリカ合衆国国務省とアメリカンナショナルシアター、アカデミーの親善大使として、インド並びに、 極東地方を演奏旅行して回った。12週間かけて3万5000マイルを旅して24の演奏会を開催した。この後、アイゼンハワー大統領によって国際連合の自由権規約人権委員会の施設に任命された。同年にはアメリカ芸術科学アカデミーのフェローにも選出されている。1958年にはそれまで務めていた米国の 親善大使の役割を改め、正式に国連への施設に選任された。1961年1月20日に、ジョン・カイ・ケネディの大統領就任式で歌唱し、翌1962年には、ホワイトハウスのイーストルームで、ケネディ大統領や高官らを前に歌を披露すると、オーストラリアへ演奏旅行に出た。1960年代には、公民権擁護のために活動し、 人種平等会議、全米国人地位向上協会、アメリカイスラエル文化財団のために事前演奏会を開催した。1963年にはワシントン大行進でも歌唱した。同年には改めて制定された大統領自由勲章の初回の31人の受賞者の1人に選ばれている。これはアメリカ合衆国の国益や安全、または世界平和の推進、 文化活動、その他の公的、個人的活動に対して、特別の賞賛に値する努力や貢献を行った、個人に贈られる勲章である。アルバム、スヌーピーキャット、ザ・アドベンチャーズ・オブ、マリア・ン・アンダーソン、エス・キャット・スヌーピーリリースしており、ここには、彼女が可愛がった黒猫に関する、短い話や歌が盛り込まれた。百六十五年には、原子力潜水艦、 ジョージ・ワシントン・カーバーの名付け親になる。同年のうちに引退ツアーを完了したアンダーソンは、公の舞台での歌唱から引退した。この世界ツアーは1964年10月24日のコンスティテューションホールを皮切りとし、1965年4月18日のカーネギーホール公演にて締めくくられた。アンダーソンは100エーカーあった元の農園の半分を売却し、 1940年からは、残りの50エーカーにマリアンナファームと名付けて、そこで暮らしていた。ウェスタン・ダンベリーのミルプレーン、ジョーズ・ヒル・ロードに面した場所で、1961年12月には、南東部に、週刊高速道路84号等線、国道6号線、国道202号線のインターチェンジが開設された。同農場は1996年に、 コネチカット州の自由の史跡60戦の一つに選ばれた。スタジオはダンベリー市街地に移築されてマリアン・アンダーソンスタジオとなっている。街の住人としてのアンダーソンは有名人であるからと先を譲られることを拒み、店やレストランでは列に並んで順番を待った。ダンベリーフェアに訪れることでも知られていた。クリスマスの電飾点灯式では市役所で歌唱を披露し、 ダンベリー高校でコンサートを開いた。ダンベリー音楽センターの役員を務めるとともに、全米国人地位工場協会ダンベリー支部のチャールズ・アイブズ芸術センターを援助した。全身肖像画、ベッツェグレーブズ・レ能ノーが1965年に歌を引退してからもアンダーソンは表舞台に姿を現し続けた。アーロン・コープランドのリンカーンの肖像で時折語りを務め、 1976年にサラトガスプリングズで作曲者自身が指揮したフィラデルフィア管弦楽団による演奏でも舞台に上がった。1986年43年間連れ添ったアンダーソンの夫オーフィアス・フィッシャーがこの世を去った。アンダーソンはその後1992年死の前年までマリアンナ・ファームに泊まった。辞書は造成業者の手に渡っていたが、 ダンベリー市を含め数々の保存活動家がアンダーソンスタジオを保存するため戦った。その努力が実り、コネチカット州の資金を獲得したダンベリー博物館歴史協会が建物を移設、修復して2004年に一般公開した。スタジオ内部が見学できるだけでなく、アンダーソンのキャリアの節目を飾る写真や記念の品々が展示されている。 アンダーソンは1993年4月8日、鬱血精神不全により96歳で他界した。この1月前には発作に見舞われていた。前年に、おいで指揮者のジェームズデ・プリーストの元に移り住んでおり、このオレゴン州ポートランドの家で最後を迎えている。彼女は、ペンシルベニア州コリングデールのエデン墓地で眠りについている。エデン墓地にあるアンダーソンの墓アンダーソンの生涯と、 芸術は幾人もの作家や芸術家に霊感を与えた。彼女はレオンティン・プライスとジェシー・ノーマンの両者に手本を示し勇気を与えた。1999年にはマイ・ロード、ホワット、エイ・モーニング、ザ・マリアン・アンダーソン・ストーリーと題された一幕の音楽劇がジョン・カイ・ケネディ・センターで上演された。アンダーソンの回顧録を表題に取ったミュージカルが1956年に バイキングから出版されている。2001年には1939年の出来事を扱ったドキュメンタリー映画、マリアン・アンダーソン、ザリン・カーン・メモリアル・コンセールが文化的、歴史的、または美学的に重要であるとして、アメリカ議会図書館により、アメリカ国立フィルム登録簿に登録されて保存されることが決まった。2002年、 学者のモレフィケテアサンテは、著書、100グレイテストアフリカン・アメリカンズにアンダーソンを加えた。2006年1月27日には、黒人の遺産シリーズの一環として、アメリカ合衆国郵便公社からアンダーソンを称える記念切手が発行されている。また、米国貯蓄祭のシリーズ愛、5000米ドルの再建にも、肖像が描かれた。 米国財務省の2016年4月20日の発表によれば、米国で女性参政権を認めた第19次、憲法改正から100周年を記念して2020年に発行される5ドル主兵において、エレノア・アルーズベルトや夫人参政権論者と共に、アンダーソンが背面に描かれるという。フィラデルフィアに位置するマリアン・アンダーソンハウスは2011年に、 アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。マリアン・アンダーソン賞は、アンダーソンが1943年にフィラデルフィア市のボックス賞を受賞して1万ドルを獲得したことを機に、彼女の名前にちなんで創設された。彼女は賞金を用いて歌唱コンテストを立ち上げ、若い歌い手たちを支援した。最終的には1976年に、 ショーの運営母体の基金が底をつき、団体は解散することになった。ショーは1990年に再建され、毎年2万5000ドルが送られている。1998年にはショーの変更が行われ、マリアン・アンダーソンショーは人道的分野で主導的な役割を示す、歌手に限定しない一人前の芸術家に授与されることになった。注釈出典。ありがとうございます。